タンドバイミードラえもんの白組最新作映画ガンバガンバと仲間たちに日本を代表する豪華声優陣が大集結。この先をずっと行けば海があるんだよな、満腹。俺なんだかワクワクしてきたぜ。すごくこうまっすぐで、正義感の強い、その強い気持ちが表に出すぎて、空回ってしまうようなところもあるような気はしますけど、まあ、そのためにこう仲間たちがいるわけで、すごくこう真ん中にいてくれると安心する、みんなが勇気をもらえるような、そんなキャラクターだなと思います。だから私は最後の最後まで絶対に希望だけは捨てない。すごく芯が強くて、やっぱり体でこう力でってことじゃなくて、心でみんなのことを引っ張っていくヒロインである。母性もあるし、ヒロインらしさもあるし、強い女の子だっていう風に聞いて、ボイスキャストとしても好意一点として、なんかそういう母性だったり可愛らしさっていうのを見せていければいいなと思いました。お前たちに何ができるか見せてもらいましょう。ガッチャマンのベルクカッツェを思い出しました。ちょっとまあ中性的な、カリスマというんでしょうかね、怖さと魅惑的なところっていうものをこう兼ね備えたキャラクターだなというふうにつくづく思いましたね。さらに豪華実力派声優陣が勢ぞろい。夢見ヶ島に住む大水なぎどりのリーダーつぶり。死ぬんじゃないよ。ガンバと幼馴染で良き相棒のマチネズミ、食いしん坊の満腹。うまそう。島の窮地に助けを求めにやってきた島ネズミチュータ。あれが僕たちの島です。マイペースでのんびり屋の船乗りネズミボーボ。僕もチュータ君を助けるよ。全てをサイコロで決めるアウトローな博打打ちイカ様。俺はこいつを信じる。知識が豊富で冷静な判断力を持つ参謀役学者。船乗りネズミではないようだ。親分肌で豪快な船乗りネズミ、頼れる兄貴分よいしょ。お前らどこの船のもんだ。超豪華声優陣の共演で彩る超大作。ガンバガンバと仲間たち、10月10日より全国ロードショー、ご期待ください。